帯を二巻きいたしまして、はい、ここ仮紐で留めてあります。はい、その上に三重の仮紐をしております。はい、ここからはい、キワを軽く開きまして、はい、この裏側に緩みをつけないために中に手を入れて上にしっかりと引きます。はい、そうしましたら絵紋から 7-8 センチ、大体1本ぐらいの長さを取りましたら、はい、ここで横と、はい、この線とこの横の線の裏側もきれいに、はい、広げまして、はい、2つ山ひだを作りますので、できるだけ際の位置で右の親指1本の上にこう持ったのを中に入れて、はい、もう一つ、はい、輪を作ります。そうしますと、はい、中心少し引いて横にしますと、はい、片山の位置に行きますので、はい、これで、はい、中心を、はい、入れましたら、はい、この2つ目の下の輪のところの谷に親指を置いて右の手を引きますと、はい、この山の延長線がきれいに敷かれますので、はい、きれいにここで開くことになります。はい、こちらの方も、はい、際からまっすぐ上に上げまして、はい、これもし長さがわからない場合は、はい、ここで同じ長さを測りまして、はい、横をしっかり持ちます。はい、その時無理してこの下の方を引くことがないように、一つ目だけは、はい、こちらに来ますので、はい、次左の親指に上げて、二つ目は一枚だけで輪を作ります。はい、この下端はこの輪の中に入れ込みまして、はい、これで、はい、同じ寸法を作りまして、2本目に、はい、1本目の下から出すようにしますと帯が固定しますので、はい、ここも輪を押さえて山に指を置いて、はい、逆の方にまっすぐと引きますと、はい、このような羽が、はい、出来上がります。はい、次に最初はこの端を上に向けて、はい、そこに輪を、はい、このように、はい、3本、はい、作りましたら、はい、ここで、はい、このまま、ここにちょっとクリップをします。はい、ここで、はい、端と輪が3枚、このように作った状態で、はい、帯を4等分に折った幅が良いと思いますので、はい、ここは端をし、はい、この状態で、3本目の、はい、これゴムに通します。はい、その時に作った幅が、はい、同じぐらいに出るようにしまして、ちょっと緩みをつけた状態にしておきます。はい、そうしましたら、左の端を、はい、きれいに、はい、角の方で、3つの山を作りまして、木の葉のようにします。はい、そうしましたら、このまま、きれいに折り込みまして、はい、この中に、はい、
い、通しまして、はい、左の方5センチぐらいだけ残しまして、はい、ここで緩みを、はい、引いて、ここをきれいに伸ばします。下を作りまして、はい、下げる感じになります。ここで今ここの交差の上のたごみのところに枕を、はい、入れますので、はい、持ち上げて、はい、しっかり枕を押さえて、はい、背中につくようにします。帯揚げも結んでおきます。はい、こんな感じになりますので、はい、手先を、はい、軽く開きまして、はい、ここで5センチぐらいのところをちょっと印をつけて、はい、ここでバイアスに折ります。はい、このまま真横にまっすぐの位置で、はい、作りますとここに丸さが出ますので、あまり細長い状態にすると可愛らしさがなくなりますので、はい、このようにしましたら、この輪の中から、はい、これを通しまして、はい、この下にある3本目の紐に、ゴム紐に、はい、クリップを外して、で、通します。ネジの部分は真半分にここで、はい、折りまして、はい、このまま枕の上にこう折り上げますので、ここのタックは一つだけにして、はい、この輪に、はい、帯締めを通します。はい、この幅は18センチからだいたい20センチぐらいの幅にして、はい、前で、はい、このように結びましたら、はい、この羽を、はい、この際からきれいに開きまして、はい、沿わせて、はい、ここで、流れを作りまして、ここから、はい、これを出しまして、この緩みは帯締めの端を引き上げますと、はい、直りますので、